こんにちは、ゆりなです。みおです。さくらです。はい、ということで今回は最近の購入品をご紹介します。それでは早速よいしょということで、まずは今井から紹介したいと思います。今井です。はい、まずこの着てるトップス、ボーダーのトップス、でザラなんですけど、ちょっと丈が短くてサマーニットになってるボーダーのニットを買いました。生地感もいいし、しっかりしてるから、おお、いいね。でも涼しいのだからぴったりで、ウェブさんも丈短いから割とスタイルよく見えるかなと思って、色もボーダーと黒と白もありました。おお、いいね。3色持ってても全然いい。そう、全然いいよね。黒白は私は多いのでボーダーにしてみました。はい、続いてファッションつながりで、こちらシャポードオーの帽子。え、かわいいね。こんな感じの帽子を買いました。なんかさ、ここがさ、ちょっと白っぽいのが入ってたり、あと色も私はこのカラーにしたんですけど、ちょっとなんか色が入ってるのとかもあって、めっちゃ可愛かった。てかここ帽子屋さんなんですけど、めっちゃ可愛いのがいっぱいあった。カチューシャも可愛いし、なんかヘアアクセリボンの留めるやつも可愛い、クリップみたいなのも可愛いし、こういう帽子も可愛くて、私結構ね、最近ずっと見てるんだけど、めっちゃ可愛い。いいじゃない、すごい。夏じゃないでしょ。でもこれ折っても可愛い。可愛い。そう、これでもいいし、まあ、いろんな使い方が、すごくいいですよ。形がさ、ボケ派っぽいんだけど、ね、麦わらの素材っていう、すごい、結構珍しいしね。あ、またお調べ。またお調べ、明日なんちゃうよ。うちの身でお調べしよう、お調べするよ。そう、可愛い。可愛いよね。いくらぐらいの価格帯のお店なの？どれぐらいだったかな。でもそんな数万するとかじゃない。あ、そうなんだ。今カチューシャで5000円とか、ちょっといい。そう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 、帽子7000円とか、それぐらいだったと思います。違ったよ。まあでもとにかくここは生地もしっかりしてるし、形も可愛いし、やりすぎてない感っていうの、なんかわかる。なんか取り入れやすい。めちゃくちゃ可愛い。そうそうそう、すごい好きな、最近お気に入りの帽子です。アクセサリー系でいく。まずこのネックレス、パール1個。これはセネっていう、そうそう、セネなんですけど、パール1個なんだけど、ここがピンクゴールドのチェーンになってて、私はあのパーソナルカラー的にピンクゴールドが似合うって言われてて、そうだ、そう言われてた。そう、だからピンクゴールドにしてみました。これはね、やっぱ使いやすいね。パール1個とか華奢だし。あとね、私のお気に入りのね、ところは、なんか留めるところが4つあるから、長さがね。あとこれ錆びないから、温泉とかそのままつけてても大丈夫だし、めっちゃいい。あと金属アレルギーの方も大丈夫なネックレスです。このセネは全部ピアスとかネックレス全部金属アレルギーの人にも対応してるから、そういう方も使える。いいね。はい、続いてこちらステラハリウッドのネックレス。なんかチョーカー型でこのままスポッて、かわいい。そう、いけるんですけど、これもパールになってて、これがゴールドの、こんな感じ。パッてつけるだけなんだ。そう、めちゃくちゃ楽ちんだね。そう、かわいいし、おしゃれじゃないですか。ねえ、ね、すごいかわいい。ステラハリウッド好きで、このリングとかも前紹介したんですけど、シンプルなのに上品で、なんかデザイン性もありつつ、華奢なものが多いから、すごい使いやすいものが多くて、めちゃくちゃかわいい。そう、それさ、すぐ取れちゃわないの？なんか引っ掛けてる分にはそんな大丈夫なの？ああ、なんか洋服脱ぎ着とかしなくて、普通につけてる分には取れたことはない。いいね。長さはどれぐらいなの？ああ、でもちょうどいい。いいね。胸元空いてる、この辺ちょっと空いてたら、ね。そう、あ、桜とかつけたら今めっちゃ良さそう。失礼いたします。あ、かわいい。かわいいよね。一気にさ、華やかになるね、この辺が。ね、めちゃくちゃかわいい。エレガントだね。こんな感じです。あとはシーンで買った。ああ、それシーンなんだ。そう、アクセサリーケース。こんな感じの安かったから買ってみました。でもなんかちゃんとチャックもしてて、普通に可愛い。なんか全アクセサリー入れられるね。そうそう、ネックレスここもあるし。なんか旅行とかちょうどいいな。ああ、そうだね。確かに。そう。買いました。すぐバッグバッグ入れちゃうからさ。安かった。ちょっと値段覚えてないけど、シーンならまあ安いでしょう。値段わかりますね。はい、続いてこちらシーク。あ、
可愛い色味、ね、そう、ピンクのチーク、レアミネラルのチークで、もうさ、お花みたいになってるの。ほんとだ、ねえ、レアミネラルの、かわいい。ねえ、かわいいよね。で、色は、まあ、普通にこの見たままの色でした。なんかね、つけてもこの色だし、あの個数つきすぎないから、すごい使いやすい色でした。ありがたい。はい、以上です。続いて、高木でございます。私の購入品をご紹介していきたいと思います。まずは、この着てる T シャツですね。かわいい。これはモンクレールの T シャツでございます。かわいいね。これはあの母と妹と3人でお揃いで。なんと素敵家族。同じカラー？うん、妹がホワイトで母がネイビーで私がブラックで。かわいい。これあのメンズなんですよ。でメンズの XS かな。ですごいサイズ感がちょうどよくて、なんか形がさそんなにメンズっぽくないというか、ちょっとレディースでも全然着られるような形で、すごい可愛くて、なんかあんまりモンクレールの主張もがっつりないのもいいなと思って、はい、ね、このね、その可愛いの、パパ可愛い。あ、お父さんのサイズはね、確か売ってなかったのよ。あー、そうだからちょっとね、女子だけでお揃いさせていただいておりますって感じです。はい、で、じゃファッションアイテムいきますね、次。はい、こちら。かわいい。かわいい。これは、ちょっと前にインスタのストーリーでもご紹介したんですけど、ザラのバッグなんですけど、今ね、こういうカゴとかのバッグに、なんか文字を入れられるんですよ。なんかネットで、この持ち手の色が2色かなんかあって、で、ここの色も自分で選べて、5文字まで入るのかな。そう、だからユリナが入んなくて、だからユリなの。だからユリなの。だからユリにしてるところもかわいいなって感じ、ね、てたんだけど、そう。そうしとこうかな、じゃあ。そう、だから4文字でユリにしたんですけど、まあ、例えば YT とかでもいいし、いいよね、そう、ミオとかだったら入るもんね。全部入るから。そうそうそう、だから真っピンクとかね、いろんな色の文字にできて、でめちゃくちゃこのね、カバン使いやすい。使いやすいんだ。大容量じゃないか。すごい大容量なの。ね、柔らかい。柔らかいし、あとこの持ち手が長すぎないから、肘にもかけられるけど、肩にもかけられて。いい。ここにですね、このちゃんとポケットが中についてるんですね。ここ4000円ぐらいだったよ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいの。ここにもついてるから、まあ閉められないけど、でもそんなね、中身がね、がっつり見える感じじゃないので、めちゃくちゃ使いやすい。本当にこれは可愛いから、なんか友達とかとお揃いとかでも可愛いよね。いいね。質問いいですか？はい。これはって名前を入れるってことはネットで買うんですか？私はネットで注文しました。4000円。いけるのかな。ネットでイメージ画像とかも出てくるから、全然文字打ってみて、そう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 、そのまま来るからね。ユリでちょうどいいね。そうそうそう、なんか7だとちょっと多いだよ、多分ユリだってなっちゃうから。ちょうどいいよ。ユリちょっと隠したいな、ユリじゃないよって時は逆でね。そうそうそう。はい、じゃあ続いて、またファッションつながりなんですけど、フェラガモの靴ですね。でもこれ聞いてください、あの古着屋さんで買ったんですけど、ちょっと一回じゃあ中身で見ます。じゃあ最近なんじゃないの？多分。かわいい。かわいいでしょ？ちょっと値段予想してもらっていい？新品？これで売ってた。まあほぼ新品。めちゃくちゃ綺麗。状態は使ってないわ。ほぼ使ってない。後ろも綺麗。多分これの元値自体は多分8万ぐらいだよね。10万しないぐらいだよね。しない。アウトレットで5万、6万。まあそんな。だからアウトレットと同じぐらいだと思う。と思うじゃん。6000円でした。本物。箱持ち保証書もついてたよ。なんか調べても本当に全然ヤフオクとかにも売ってなくて、だからだいぶ古いやつだと思う。すごく古いよね。そうで、なんか普段私7なんですけど、これ6ハーフなんですよ、サイズが。だから若干ちっちゃめだけど、まあミュールだから買うじゃん。かわいい。さすがにかわいいと思って、セカンドストリートっていう古着屋さんで、結構大きい、いろんなとこに店舗があるんですけど、たまたま見つけて。やばいね、買い物上手ね。びっくり。なんかこの日は運が良かったんです、とっても。ねえ、そう、めっちゃいいね。ね、かわいいよね。はい、ファッションアイテムは
終わりで、最後リップ。あ、ちょっとな、もうすいません、あの私シャネルのですね、このルージュアリュールラックっていうシリーズのリップのフィデリテっていう色がめちゃくちゃ好き で、1回紹介して2人も買ってて、起きてアイリちゃんも買ってたので、あれはさ、結構そのゴルドっぽい色でさ、秋冬につけたい色じゃん。で、ちょっと新色欲しいなと思って83番のベージュスクレっていう色を買ったんですけど、フィデリテに比べるともうちょっとピンクっぽい、今つけてるんですけど、かわいい、なんか結構春夏、ね、そうちょっとピンク感がもうちょっと、あ、でも春夏見るとあれだな、でもね、今塗ってるだからこんな感じ。これを買いました。もう本当にシャネルのこのシリーズがめちゃくちゃ好きだから、皆さんぜひ使ってみてください。こういうデザインとかもやっぱ可愛いのよ、ここのさ、これも良くない？リップの色が見えるのも可愛い。これは多分家で春秋両方多分使える色になります。これを買いました。以上、1,2,3,4点購入品紹介でした。はい、ということで私田崎さくらの購入品、まずは今着てるこのワンピースです。かわいい。これはどこのかと言いますと、ハーリップ2のワンピースになります。はい、あの表参道にハーリップ2がカフェが併設した店舗ができたんですね、うんうん、ね、でそこの展示会っていうかカフェに行かせていただいた時に注文したものなんだけど、かわいいよね。ちょっとこういうやっぱさ、クラシックな感じもありつつ、でもニットだから肌にすごい馴染んで、カジュアルにもいけるし、きれいめにもいけるようなワンピースになってます。もうさすがこじはるさんっていう感じのデザインで、こうやってウエストマークがつけられるのがキュッて結んでおります。ベージュもあった。ベージュにこの黒いラインのものか、生地がブラックでラインが白の2色あって、私はブラックの方を選びました。これはもうちょっとお出かけとかきれいめなところにも着ていけるようなワンピースになります。デートね、デートかも、デートかも。どこ行ったらいいかな、これ。え、ちょっと考えるみたい。一旦考えよう。デートで、素材感的にフィット感もあるから、全然ドライブとかでも行けるけど、行ける普通にディナーとかでも行ける。ディナー行きたいね。え、ちょっとクラシックの店内でローリンズとかな。ローリンズの、ローストビーフのお店をこうちょっと。絶対ナイフの方で食べるとこがいいよね。お寿司とかっていうよりは、洋食系。いいじゃん、いいじゃん。ね、店内もさ、なんていうの、ちょっとおしゃれじゃん。うんうん、なんか黒目でね。こういう感じで。最高最高。ゴーっと。やったやった。いいね、デートに来てこうとか言って楽しくなるからやめてもらっていいかな。ストレートでもレンズでも行けるからすごくね。確かに結構空いてるのに、それがすごいなって思うんだよね。確かに空いてるけど、別になんかウエストマークがあるからなのかデザインなのかウェーブでも行けるし、そうなんだよね。それもなんかさ、こうシルエットも丈感長いのとかあるから M とかにするとさ、ナチュラルとかも行けるし。そうなの、なんか不思議に。すごい、こじはるさん自身は多分ストレートなんだよね。ストレートってね。だからそのストレートの人はもちろん、ウェーブでもなくていけます。骨格問わずいける、ハーリップ2。皆さんもチェックしてみてください。そして2着目、こちらのワンピース。じゃーん。あら、かわいい。あ、もう着た。インスタで見てた。すごい、見て、着たかのように見えない？見える。着てるじゃん。着た？もう着た？着た。ちょっと上げればね。一瞬でね。これはインスタグラムに着用画像が載っております。これはナチュラルビューティーベーシックのものなんだけど、ちょっとね、これはね、お母様からも褒められました。あ、めっちゃ可愛いねって言って。いいじゃん、いいね。この素材がちょっとね、なんかリネンっぽいの、軽くサラッとしてて、ちゃんと中の裏地ついてるから透けたりとかしない、この網目になってる。いい、ウエストマークがちゃんと上の方にあるの、この絞りが。だからウェーブさん、腰がちょっと高さ気になるなって方でも、これのおかげで全然大丈夫です。スタイルアップ効果もありつつ、丈感もなんか足首ちょっと出る絶妙なラインで、首がさ、ちょっとこう高さがここあるから、ね、綺麗めな感じかな。清楚とかそういう場に着ていきたいなっていう。お母様がさ、褒めるってことはさ、今後、結婚する時のそう全部相手の、ご両親みたいな時とかでもいいかもね。いいね。あ、じゃあこれはもう一生撮っておこう。これは一生撮っておこうと思います。はい。
で最後これです。ライキーのリップ。またライキーのリップ？そう、違う色をね買い足しました。なんだかんだライキー大好きだなと思って、他の色ももう全部買っちゃおうってことで今家に6本ぐらいあります。すごい。今回買ったのが04番のまずこういう色。ライキーってさ、マスクとかにあんま使わない？なんかちゃんとオフすればつかない。あ、なるほど。でも発色がすごいから、もはやクレヨンかなって思うぐらい唇にのせる時も絵を描いてる感覚になる。発色が良すぎて、あんまりそんなにねマットすぎないかも。あ、絶対買った方がいい。でもう一個、あら、ちょっと秋を意識したものも買ってみます。最高に秋を意識してるわ。そう、これはね203。203めっちゃ可愛い。可愛いよね。一気になんかこなれ感ですね、本当に。そっちとこっち買いました。めちゃくちゃ可愛い。可愛いよね。なんか本当に発色がいいし、塗りやすいし、荒れないし、もっと他の色も出してって願ってるぐらい。いい。これはもうお気に入りです。いい色だわ。可愛いね。秋だね。そう、秋だよね。秋だね。はい、続いて最後こちらね。メディキューブの美顔器。これ、9点で買ったんだけど、口コミもすっごく評価が高くって。EMS ってわかる？ EMS 美顔器って言って、こう中の筋肉にこう働きかけてピクピクってさせてむくみ取ったりとかリフトアップとかに使うんだけど、これね結構いい。お値段も多分今割引で2万5000円ぐらいかな。だからそんなに高すぎないんだけど、そうそうそう。え、これね、しかもね、スリム、アップ、ボディって言ってボディにも使えるの。だから二の腕とか、太ももとか、もうどこにでも使えるの。全身使える。だから肩こりすごい人とかは肩にやってもいいし、首にやってもいいんだけど、ちょっとあのやってる時の動画をちょっと載せますね、そこに。なんかピクピクするね。すっごい顔動くよ、もう。面白い。こうやってなる。で、首も、こうやってなる。動くすぎてないそれ。でも本当に、すごいね。家でしょ、こうやってやってる。気持ちよさそう。それはさ、何も化粧水、クリームとかじゃなくて、そのままちゃんとね、なんか濡らさないとダメ。化粧水とか、そうそうそう、そういうもので潤わせてから、こうやってやる。なるほどね。なんか本当に朝、むくみすっごいなった時とかも、全速でやってるとすごくね顔がすっきりするし、フェイスラインがちょっとね、あ、むくんでたけどマシになったなって実感する。こうやってやると実感する。だからとにかく朝と夜やってるんだけど、私すごく効果があるので、ぜひ9点です。いいね、9点。値が割りだな。そうです、割り引いてある。感じたい。はい、ということで今回は最近の私たちの購入品をご紹介しました。全部で15点くらいあったので結構あったよね。まあメイクからファッションまで、まあ、いろんなものをご紹介してみました。よかったら参考にしてみてください。見てくださいませ。はい、ということでこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。